はい、本日はですね、こちらの、季節外れの福袋をご紹介していきたいなと思います。なんでこんな時期に福袋を買ってんのと、まあ疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんけども、昨日ですよね、アウトドアショップのオレンジっていうところで僕が買い物動画を出したと思うんですけど、その際ですね、全然福袋を買うつもりなんか全くなくて、キャンプのギアちょっと買いに行こうかなぐらいで行ったんですけど、やっぱ福袋って並んでるのを見るとですね、どれにしようかなってなるじゃないですか。全然買うつもりなかったけど、結局はどれにするかでも迷ってる。もう買うことは決定するんだけど、じゃあどれにしようかなということで3種類ぐらいあったんですよ。でそのうち一番なんて言うんですかね、ハイエンドモデルというか一番豪華なモデルを購入しましたんで、これをね皆さんと一緒にちょっと見ていこうじゃないかということで、こちらの福袋をね買わせていただきました。僕もねまだ開けてないからもう全く何が入ってるか知らないんですけども、まあ、福袋に関してはいい思い出ないですよね。僕今年ね3つぐらい福袋正月に買いましたよね。でそれが全然大外れやったっていうことで、この4つ目になってるんですけど、これも大外れなるかもしれん。いやけどまあ開けてみないとちょっと分からへんからね、まあ、今日の流れとしてはこの福袋がね一応総額で言うと 6,7 万ぐらいのところからなんと購入金額が 27,500円と、まあええもの入ってたらめちゃくちゃお得やけど、ええものじゃなかったらどうですかいうところで、一応ね商品が7点入ってるんですよ。その細かいものとかも入れて7点入ってて、メインどころはダウンなんですよね。ダウンベストかダウンジャケット、長袖かハンスあのノースリーブかどっちか分からないんですけど、それが入ってるってことで、まあそれは一番最後、あのメインどころのダウンは一番最後にしたいけども、1点ずつね、まあ、見ていこうじゃないかというのが今日の流れになっておりますので、もう早速ね行きたいなと思います。まだ開けてないんで今からポチッと開けていきますよ。ポチーンって開けていって、でこっちもポチンと開けていく。ちゃんとこのタグにはね、オープン記念日って書いてますわ。 27,500円の L サイズって書いてますけども、僕もまだ見てないんでね、どんな感じなんやろな思って。おうほ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 う、はい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 、ではまず1つ目からいきますか。1つ目がね、じゃじゃん、こちらグッドウェアの T シャツです。こちらにざっと出してみたんですけど、シンプルな無地 T で表裏何もないんやけども、袖口にグッドウェアってワッペンが綺麗に貼ってくれてますけども、これはねグッドウェアとオレンジのコラボのやつだと思います。多分違うかな、やっぱりそうですね、あのグッドウェア単体じゃなくてオレンジとのコラボのやつです。僕はあのグッドウェアのね単体のやつ持ってるんですよ。同じやつやないかいってことなんですけど、若干襟元が違うのと、あとワッペンが入ってるか入ってないか、通常バージョン入ってないけど、あのオレンジベッチバージョン入ってますけどね。まずこれが1点目ですね。ちょっと雲行きが怪しくなってきたぞ。今のところ点数だけで言うと、まあ60点もあるかな、まあ50点ぐらいかなっていうところで2点目いきたいなと思います。2点目がこちらですね、グリップスワニーのパンツですね。僕グリップスワニーついこの間買ったじゃないですか、キャンプ用品で買いましたで言うて、このグリップスワニーのパンツが入ってますね。ちょっと開けてみましょう。はい、ゾーンというこんな感じなんですけども、ちょっとワークパンツっぽい感じか、まあキャンプとかする人には向いてるかもしれんけども、こういうポケット大きいの僕あんまイメージないからね。まあ自分が履くかどうかって言われたらまあ別にしてもね、あ、結構ストレッチ性があって履きやすい感じですね。これがまあセットアップでしょう。 T シャツがあって、まあパンツこんな感じでありますよねという感じで組んでくれてて、他は何があるんでしょうか。次は、3つまとめてご紹介しますっていうのも、あ、これ3点入ってるのねと、7点中3点これなのねと思うかもしれないんですけども、こちらのステッカーになってますね。ステッカー1個ずつ開けていきましょうか。まず1つがグリップスワニーって入ってるやつ。まあこれはまあ冷蔵庫とかに貼ったらいいかもしれないですね。僕一応エセキャンパーというかビジネスキャンパーとして活動させてもらってますので、まあ、これをちょっとね冷蔵庫なんかに貼ることによってちょっとキャンパーっぽさが出てきたりだとか、あとそれ以外にオレンジのねステッカーがあります。これオレンジって見えるかな、入ってあるんですけど、これは映えそうですね。これはちょっとあのぜひとも冷蔵庫に貼りたいですね、あのキャンプ用のね。でこれナンガは貼らんかな別に特にね。ということで今のところ一応5点ですね。ステッカーがナンガ、そしてグリップスワニー、そしてオレンジで、デニムパンツグリップスワニーので、グッドウェアの T シャツ。おやおやおや、怪しいぞと、ちょっと雲行き怪しくありませんかと。今5点紹介して残り2点しかないですよと。まあ定価だけで言ったらどんなもんなんやろうな。 T シャツがグッドウェアだけやったらね6000円ぐらいで多分売ってると思うし、でもまあ別注やからもうちょい高いかもしれんけど、次パンツがこれ11000円の消費税って書いてますわ。だから合計で2万ぐらいで、ステッカーがグリップスワニー550円、なんかわからない、オレンジもわからない、だから今わかる値段だけで2万550円ぐらい、購入したのが27,500円ということは、あと7,000円ぐらい分入ってたら、まあ元は取れたかなという関西人っぽい感じなんですけど、次6点目いきますね。ラスト2点しかないですよ。6点目というのはこちら、ドーン、
またパンツですね。これ何のパンツや？なんかみかんって書いてるな。オレンジが作ってるやつなんかな。オレンジやからみかんでやったんかわからんけど、オレンジのオリジナルのパンツなんかな。はいはいはい、一応パンツなんですけどね、なんか何年加工と言ってね、燃えにくい感じだからキャンプの時とかに使ったりできますよなんていう感じだと思いますが、こういうパンツがありますね。これは一応プライス5800円の消費税やから6000ちょっとかな、全部 L サイズですが、まあこんな感じになってて、おやちょっと怪しなってきましたね。まあ元は取れますよ。これで今もう 27,500 円ぐらいあるから、もう支払った金額のは元はほぼ取れたには等しいけども、当たりですかと言われたらちょっと怪しくないですかっていう感じはせんでもないけどもやね。最後いよいよダウンジャケット、この目玉って言ったらダウンジャケット1着でもやっぱ3万とかね4万とかするじゃないですか。で入ってるのがナンガのダウンジャケットらしいんですよ。だからナンガのダウンって僕も持ってるけど4万ぐらいするんかな。これなんですけどね、これはあのナンガの去年ショップで購入してるやつなんで、ほんまに定価で買ってるんですけど、これ4万ちょっとぐらいしたんかと思います多分。だからこれと同じやつなんかワンシーズン前なんかちょっと分からへんけど、まあ、これの長袖バージョンなんかもしくは半袖というかノースリーブバージョン、どっちが入ってるんですけど、まあ、これ1着だけでも福袋分の価値はあるって思うんですが、まあ問題は中身ですよね、何が入ってるかですよね、なんて言ってるんですけど、ではラスト、引き伸ばしてもしゃあないからね、最後何が入ってたんか見たいなと思います。最後7点目っていうのはこの下にあるんですけど、それがこちらです。オレンジ色ですよ、オレンジ色のダウンジャケット、これはダウンベストなんかな。なるほどなるほど、ダウンジャケットやけど薄めのライトダウン的な感じのやつですわ。はい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 、インナーダウン的な感じのやつね。ちょっと一回着てみましょうか。この中っ側にはね、ナンガって入ってますけど、あ、袖口もキュッて閉まってね、へえこんな感じか。まだちょっと真夏やからあんまり冬のイメージわかへんけども、これはあれですね、確か定価4万もするやつじゃないな、もうちょっと安いかもしれんけど、しかし派手やなこの色味。まあキャンプとかするんやったらこれぐらい派手でもええかもしれんけど、火の粉でね穴開くからね、これやったら。まあまあまあどうかわからんけどやな、というね7点が入っておりました。これ見ていただいて皆さんが当たりか外れかはまあ判断してもらったらいいんですけど、まあ振り返っていきましょう。このダウンジャケットでしょ、で次このデニムパンツ、そして T シャツ、ほんでもう1着パンツありましたよね、なんて言って最後はステッカーという順番になってますので、まあステッカーはね多分使うと思います。これは貼ってるんやろうなと思うので、また次のキャンプ動画とか見てもらったらね、あのステッカーの福袋のやつですやんと思ってもらえると思うんですけど、他のやつはねちょっとね僕着る機会ないかなと思ったりするんで、まあ、どうしようかなと思うんですけど、僕ね来週ぐらいにポップアップするんで、その時に視聴者プレゼントしたいなと思います。着ていただいた方にね、まあ何が残ってるかわからんけども、まあ、直接ね僕からね渡させてもらおうかなと思いますので、ぜひね僕のポップアップに遊びに来ていただきたいなと思います。でその時にこれのどれかが残ってれば全然プレゼントしますし、サイズは全部 L サイズなんで、まあ、僕ぐらいとか彼氏にプレゼントしてみようかなとか、彼女にプレゼントしてみようかな、まあ彼女は無理か、まあそんな感じでねやってもらったらいいかなと思います。ダウンだけねこれ唯一検証とかで使おうかなと思ってるんで、もしかしたらプレゼントできないかもしれないんですけど、あとパンツとか T シャツとかその辺はねプレゼントしたいなと思います。はい、ということでね今回福袋を開けてみたということで、まあ皆さんにとって当たりか外れかはちょっとわからないんですけども、まあ僕にとってはですね、まあダウンがやっぱり検証とかで使えるかなというところで、これオレンジはね正直見えてたんですよ。オレンジ色やなっていうの分かってて、あえてオレンジを狙いに行ってるんですよね。っていうのも普通に買う時って、まあ、こういう無難な色やっぱ買いがちになるから、まあオレンジとかそういう派手な色って、まあ、こういう機会じゃないと、まあ、手に取らんなと思ったからあえてオレンジしたんですけど、まあそれが当たりだったか外れだったかよう分からんけども、まあこんな感じで開封させていただきました。ということでね本日は、オープン記念の福袋を開封してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。